モリモリ国へようこそ。モリモテ恋愛講座。モリモリネーム大友さんからいただきました。生涯未婚率というのがあり、50歳になっても一度も結婚していない人の割合で、1950年当時は男女とも 1% 程度だったのが、今では女性は1割程度、男性になると2割だそうです。20代から30代の未婚の男女400人に、なんで異性のお付き合いが減ってきていると思いますか、あなたたちの世代でというのを聞いてみたところ、仕事や趣味が充実しているから自分の時間が大事で恋の時間がないという人がいて、出会いの仕方がわからないと答えた人も中にはいました。そして一番多かったのは面倒くさい、こちらは実際に上がってきた声です。31歳女性、デートしたりメールや電話のやり取りが面倒。38歳の男性の声ですが、時間もお金もかけてうまくいかないと、それまで費やしたものが無駄になるから。ちょっとこれいろいろ突っ込みたい。ちょっとずつ突っ込ませていくよ、このおばちゃん。自分のことがうまくいっていないくせに、相手に人にいろいろ言うのもなんだって思われるかもしれないんですが、ほんとよく友達に言うことをね、ちょっとね、ここでね、ひけらかしてやろうと思います。まずね、めんどくさい。いいんでめんどくさいのは別に構わないんだけれども、一番ね、私が友達と話しててね、って思うのが、よくここにも書いてるの、どこだったっけな、こう20代女性の、マチコンに行くのががっついてるみたいで恥ずかしい、出会い方がわからないですっていうのが、なんかね、こういう考え方がね、もう私的にはね、許せない。なんでかっていうと、別にマチコンに行ったって、お見合いパーティーに行ったって、合コンに行ったって、なんだっていいんですよ。だってその人が結婚したい、例えば彼氏が欲しい、彼女が欲しいと思って行動していることに関して、何がかっついてるじゃんって私は思っちゃうわけ。今時ね、ここら辺でぼんやりしててさ、それはね、白馬の王子様が話しかけてくれるんだったらね、とっくにみんな結婚してんだよ。もうね、その現実がね、分かってない女性が非常に多い。男性もそうなのかな。あとこのね、38歳の男性の声、これね、これだね、時間もお金もかけてうまくいかないと、それまで費やしたものが無駄になるっていうのが、もう自分本位じゃないですか。時間もお金もかけてうまくいきたいのは誰のためなのって言ってやりたい。時間もお金もかけてうまくいきたいのは自分のためじゃん。自分が相手のことを好きだから、その人のために何かをしてあげようって思うはずなのに、もうこれ、ここのね、うまくいかないとそれまで費やしたものが無駄になるっていう考え方がね、もうダメ。もうアサリーがジョリーからするともうダメ。こんな考え方するのほんとダメ。これね、そういうこと思ってるような性格だからうまくいかないんですよって言っちゃう。本当にマジで、こんなんかね、私ね、結婚したいとか恋愛したいっていう人にね、本当根本的に分かってほしいのは、なんかね、ダメ、アクセサリーじゃないんだよ、その異性っていうのは。なんだろう、自分と一緒に、まあ、人生を歩んだりとか生活を一緒にしていく人じゃん。だからそういう、なんだろう、自分がこんだけやったのに、なんか、なんだよ、これ全然分かってねえじゃんとかじゃなくて、自分がいかに相手をどれぐらい幸せにしてあげられるかっていうことを考えればいいじゃんって思うんだけど、どうなのそれ。あ、そう、暑いね。来た、あさりね、暑いね、来たこれとか言われてるけど、いや、思わない、本当に思う、マジで。このなんか、めんどくさいって分かる、めんどくさいのも分かるけど、でも自分が好きになっていいなって思ったらさ、なんだ、自分が幸せになりたいじゃなくて、相手のことを幸せにしてあげたいって気持ちはないの、ないの。これ今回皆さんにレクチャーするんで、皆さんもちゃんと覚えて書いてくださいね。私がこれを見て大事だなと思ったことをここに書きます。まあ何はともあれ、これをしてください皆さん。はい、じゃじゃん。はい、相手を思いやるということでね、これは相手を思いやる、非常に大事です。今回いただいたこのお便りを読んでもですね、めんどくさいとか、電話のメールのやり取りが面倒とかね、なんか時間とか金が無駄になるとか、出会いがないとかね、もうなんかそういうのをやめよう、やめよう、みんな。